はい、皆さんこんにちは、ワナルグルイシです。では今回は提督の決断をパッキッと空母なし縛り日本プレー続きやっていきたいと思います。まずはですね、最重要拠点と位置づけていたマラッカ海峡シンガポール、ここを攻略済みです。でここは今ね、欲しいお金、石油が入ってくるので、まあ重要拠点と位置づけているんですが、画面の左下見るとですね、今一番欲しいのは実は鉄に変わってるので、セレベス海ね、取ったことによって鉄7が入ってくるというのを優先して、輸送船作れるようになったら、輸送船をね、ここに回したいと思います。というかもう今回しちゃう？輸送船。鉄が大して取れないところに輸送船を配備していてももったいないので、鉄が取れるところに優先していきましょう。というわけで日本近海から巻き上げたその輸送船をセレベス海に4隻ですけど出しましょう。これで鉄が多少なりとも入ってきやすくなるはずです。で、まあ、このねマラッカ海峡、つまりシンガポールなんですけども、今飛行場がないんですが、飛行場2つ建設中です。1つはもうおそらく次週あるいは次々週、まあその次の週にはできるかなというところですね。で今艦隊第1、第2の主力艦隊に第14潜水艦隊を入れているんですが、これマラッカ海峡に飛行場が2つ建設完了した時点で、第2艦隊もしくは第1艦隊、どっちかはもう引き上げて、対米戦アメリカ戦の太平洋方に回していきたいというふうに思っています。このシンガポールはね、どうしても守りたい、ゲームを進めていく上でも当然守らなきゃいけない拠点なんですが、もうねやっぱり僕の海外旅行好きが始まったきっかけとなったのがやっぱこのシンガポール、イパネマ、ブリックス、まあ、こういったところがあるんで、まあ、何のこっちゃいっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういった方はね、ちょっとツイッターの方に遊びに来ていただければと思うんですが、まあ、そういったところもあるので、まずね、このシンガポールを守りましょうというところと、対米戦という意味では、まずこの小笠原、ここでね、しっかり敵を食い止めます。飛行場は一つしかないんですが、艦隊は二つ艦隊を入れていて、これで守りましょうというところ。もう一つ、前線になっているマリアナ沖。ここにも飛行場を増強させています。飛行機かな。さらに艦隊も入れていて、さらに艦隊増やす予定です。でトラック沖、ここに艦隊を集結させているのはこの先ですね、ラバウル、ここにまず攻め込もうという腹積もり。さらにソロモンからオーストラリアへと進行していきます。なのでまずね、一旦進めていきましょう。ドイツが結構苦戦している中、艦隊の消耗を避けられているというのはちょっと大きいですよね。さて、航空用のエンジンですが、まあ、航空用のエンジンはいらないです。空母作らないんでね。今いる陸上機で頑張る。まあ、そういう進め方である以上。航空用のエンジンで金は使いたくないというところですね。で、技術開発は、薄めにやっぱ入れざるを得ないんですが、機関レベルだけはちょっとでも早く上げたいので、うまいことやりましょう。で、ドイツに石油5000を譲渡。で、諜報活動の方は、ラバウルからソロモン、さらにはオーストラリア沿岸まで手広く進めていきましょう。で、あとアルミはあるんですが、やっぱり鉄だよね。鉄がないよね。北海こだわるね。取ったね、しかも。やるな、ドイツ。で、金がね、セレベス海取ってあるんで、1万、ボーナスが入りましたね。橋本さんが少々召喚になったわけだな。で、あと中将近藤さんね、このあたりに艦上等々が送られていってるというところですね。さあ、大本営からの攻略目標ですが、ラバウルなんですよ、今欲しいの。アリューシャンとかいらないんで、
中部太平洋もいらない。いやー、大本営はやっぱりアメリカ戦を意識してるな。まあ、一旦マーシャルを気にします。よし。鉄1万2000が入ったのはマジででかいわ。そしたらまた技術開発入れていきましょう。まあ、ちょっと今回余裕があるんで、厚めに入れましょう。で、物資援助。まあ、石油。で、マーシャル。3、5回まで入れておきます。スパイが入っていると、敵の戦力、航空基地の場所とかもね、分かってくるんで、戦いがしやすくなります。で、ちょっと鉄を使っちゃいますが、優先して、ここは、輸送船を配備しましょう。で、さらに、こっからね、建造ですね。完成。甲斐大和型、一隻、建造する？いや、待て待て、甲斐大和型を、さらに増強しようよ。いや、さらに強くしようよ。そっからよ。対艦攻撃力 B か、主砲を変更する？46センチ砲。これを48に変えると、オーバースペック。まあいいよ、一旦ね。航空機の数を減らして、機銃の数減らす意味はないな。複砲だな。複砲3連装1機ずつか。複砲を11に変える。これが限界だね。これでどうよ。ヤマト海2にしますか。まあ、ヤマト型はさらに強くできると思うので、ヤマト海2にしておきます。金2500も使って今さ、設計する必要ないよな。やめよう。今は、こんなことをするよりは、作る方が重要だね。やめましょう。となると作るのは、またあいつ、チロー型、いや、ソーロー型作る気だろうと思われてると思うんですけど、もうその通りです。ソーロー型を作ります。で、潜水艦まだね、ダメージほとんど出てないので、今は消耗の激しい駆逐艦で、敵の航空戦力が充実 言えてないですね。充実してきたら、そのタイミングで、やっぱり防空艦もね、作っていかなきゃいけないってことも考えなきゃいけないので、総合的に考えて、今回は、チロー型、双楼型を作ります。作りましたかな。では、艦隊編入していきましょう。まずは、第3艦隊、これ、ドック入りあと2週間か。第3艦隊の、方に、第8艦隊を編入しましょう。まずは、第8艦隊から、入れるだけ入れると。ヤマトが入りましたね。で、第3艦隊は、ちょっと待って。ヤマトはどこ行った？ヤマトを見失っちゃったな。まあいいや。第16艦隊の尾張も編入させなきゃいけないよね。第6艦隊がいて、第7艦隊、第8艦隊、第9、第10、11、15、16。11と15は潜水艦隊なんで一旦放っておいて、第3艦隊。あれ、ヤマトが本当にどっか行っちゃいましたね。甲斐ヤマト。完全に甲斐ヤマトが、これは、いなくなってしまった。いや、これでいいのかな？ヤマト、ここでいいんだよね。座礁提督を変える。機関にします。ヤマト。ね。で、第6艦隊の方に第7艦隊増強させる？6週間のドック入りか、厳しいな。第6、
第7をまず合併させよう。これで第6艦隊増強完了ですね。違う違う。第7艦隊が増強完了です。で、機関をこちらに変えましょう。で、第6艦隊の方どうするかですが、双楼型がいないんだよね、ここには。となると、第6艦隊に第8艦隊の、この揚陸艦を編入させます。第6艦隊に揚陸艦を編入。こうです。で、投入できるのが、艦隊としては揃いましたね。では、これで、まずは先行させる艦隊をね、用意していきます。ドーバー海峡でイギリス軍の艦隊結構沈めたね。やるな、本当に。ドイツ軍。さあ、新鋼材、装甲材、大型ディーゼル機関というのができてますね。まあ、空母用のものはいらないかな。空母作る予定ないので。このあたり、ちょっと増強しましょう。兵器開発。まずは新鋼材。これは、すべての、艦船に適用されるので、ちょっとお金かかりますが、やりましょう。うわ、きついよ。大型ディーゼル機関1入れるのマジできついわ。金がなくなった。技術開発が入れられない。これは初めてのことだ。しんどいな。鉄もないしね。しょうがない。ここは思い切って次のターンで艦隊動かそう。もう、しょうがない。動かすしかない。ので、動かします。第8艦隊から第11艦隊に、潜水艦を移して、艦隊の整理をしてますね、今。で、第6艦隊でしょ？ 11、12は良くて、16艦隊、第6艦隊に第16艦隊の、終わりだっけ？これを編入して、終わりという感じだね。で、終わりを機関にします。これで、第3、第6、第7と艦隊が揃いましたと。で、9、10、11、15、OK だ。では、まずは、先遣艦隊として、ラバウルに、潜水艦隊。ちょっと待ってね、そもそも、ラバウルってさ、いないんじゃないの？艦隊っていう意味では。となると、ちょっとラバウルに多少無理してでも、第3艦隊投入しよう。で、第6艦隊も投入。で、一応、動ける第10艦隊も投入して、敵の、動きを封じるというとこかな。ちょっと第7艦隊はさすがに動かせないんで、こんだけダメージ出ちゃってると。これで行きましょう。取るぞ、ラバー。うわー、タイミング悪い。ここでトラック置きに敵艦隊かー。まあ、全艦隊投入するしかないよね。まあ、ラバウルから進攻してきたのか、あるいは中部太平洋から進攻してきたのかわからないですが、まず潜水艦隊を前面に出して、主力第7艦隊は後方待機。第9艦隊もちょっと後方だな。これで行こう。で、ちょっと状況が状況なので、スピードを遅くして、じっくり行きましょう。さあ、敵の艦隊の位置探ろう。上から来たのか。こ
これ完全に見落としだな。やられた。この辺にいますね、敵の艦隊。潜水艦隊が到着するのが待てないと思う、これだと。かといって傷ついた主力第7艦隊を失うわけにいかないからな。やっちまったな。完全に目論見外れだわ。さあ、ここは駆逐艦の機動力を生かして戦っていきましょう。魚雷をすり抜けつつ放つという戦法になると思います。さあ、2型からは陸上タイプのね、航空隊が出てるので、これで、うわ、アメリカ軍結構大規模な艦隊だな。これ優先してあれだね、敵の空母を沈めないとまずいな。トラック置きがやられるのは絶対避けなきゃいけないので、すり抜けつつ敵の空母を沈めにかかる。まだだ、まだ我慢だ、まだ我慢、まだ撃てない。さあ、なんとか駆逐艦、ここで敵の懐に飛び込んだんで魚雷を放っていこう。よし、敵の空母撃沈してる。あとは駆逐艦部隊は敵の正規空母を追う。敵の空母を追うぞ。逃がすな、敵の空母。敵の正規空母を逃がさないで仕留めないと。まだまだ脅威が続くぞ。厳しいか。ここまでだな。追うのはやめて敵の残存兵戦力の、攻略の方に、切り替えましょう。敵の護衛空母がいるので、この護衛空母だけでも沈めます。狙いを敵の護衛空母へ変えましょう。
いやー、駆逐艦のダメージでかかったなー。まあ、なんとか敵の空母、護衛空母沈めたかったけど、ちょっと無理かなー。やっぱりちょっと足がとろい、ごめんなさい、とろいよね。こういう時に早漏型いてくれたらな、悔やまれるな、早漏型がいな。うわ、駆逐艦がやられてるよ。いやー、ちょっとダメージ大きかったかな。戦果確認しましょう。まずは、敵の艦隊。アメリカ軍第2、第4、第16。日本軍は7、9、15ですね。ちょっと目論見と外れて、敵の潜水艦、敵の侵入路を誤って、見誤って、潜水艦の配置を間違えましたね。潜水艦がもうちょっとしっかり、敵の艦隊と相対することができれば、ここまで、被害は広がらなかったかなというのがちょっと悔やまれるところです。敵の方はですね、まず定期空母ミッドウェイ、軽空母がさらに3隻撃沈。第4艦隊からはアレンジャー取り逃しですね。さらに、第16艦隊の方もほぼ壊滅させているという状態です。まあ、しばらくこれでアメリカ軍の攻撃はないかなというところかな。戦艦14号艦が沈没か。厳しいな。まあ、トラック置き防衛はしたけど、これが勝利と言えるかというとちょっとクエスチョンだね。投入するのはまず第3艦隊からヤマト。第6艦隊から揚陸艦を中心とした戦艦終わりの部隊。で、念のため、ため念ですね。潜水艦。いや、待て、潜水艦いる？潜水艦やめてちょっとでも火力を増やした第10艦隊。うわ、敵。やっぱりだよ。こんだけあるよ。予想通りだよって感じだけど。ここは取らなきゃいけないからな。二度三度と攻め寄せてでも、なんとか、確保しましょう。ああ、揚陸艦がうまく運用できなかった。もったいない。揚陸艦は他。揚陸艦集めよう。揚陸艦をしっかり集めて。ラバウルは確保する。了解。まともな艦隊運用できてねえな、こいつら。ごっちゃごちゃしちゃってるよ。3日目突入でしょ？いやー、これしっかりやってくんないとさ。いや、ラバウルって確かにちょっとこの地形上さ、攻略はしづらいよね。見ていて思うよ。
いやもうひどいでこれ、この低たらく。よし、工場は確保した第1個。いやー、ちょっと駆逐艦4隻、5隻失ったのか。ドーバー海峡の方はクリアだね。連合軍の攻撃、これもクリアだね。まあドイツがなんとか守ったという感じかな。で、シンガポールで飛行場が一つ完成してますというとこと、ソウル型の駆逐艦4隻がさらに開発で、関西対空レーダーができていますと。さあ、続いてソロモンですね。ソロモンには敵の第5艦隊が入っていますというところなんですが、そうするとちょっと入れ替えが必要だな。トラック置きに戻ります。さてさて、どうする？第9艦隊も壊滅だからな、これ。もうないようなものなので、第9艦隊を引き上げましょう。第7艦隊動かせない。まあ一つはソロモンに入れましょう、潜水艦隊をね。で、ラバウル攻略した艦隊のうち、艦隊の再編は必須だな。まずは、じゃあ、トラック沖にいる潜水艦隊の一つを、ラバウルまで動かしましょう。で、ラバウルにいる艦隊で、再編が必要ですね。第6艦隊を派遣しましょう。まず、加賀。駐破した艦隊。いや、艦艇かな。これをちょっと引き上げて、揚陸艦部隊を、第3艦隊へと移します。これ第3艦隊いっぱいも。ヤマトも外すしかない。ヤマト外すと、でももう火力不足もいいとこだよな。まともにさ、敵の艦隊と撃ち合えないよね。第三艦隊、いやーってもちょっとヤマトとか失うと致命的なんで、やっぱトラックに戻して6入りで回復させる、もうしょうがない。で、第10、第11、第3、第11、いやー厳しいな。まあ第三艦隊これソロモンに出しましょう。もう今はスピードが大事なんで。ソロモン。第11艦隊。これもソロモン。これで当座を忍ぶしかないな。飛行場には、まあ入れなくていいかな。さあ、ソロモン。工場は一つ。第三艦隊、まあ、ちょっと一隻しかいない火力不足気味の戦艦が一隻だけしかいないところになるんですが、まあ、なんとかやりましょう。
ソロモンもできれば占領したい。野員に乗じて上陸部隊を送り込む。よし、取ったね。艦隊は沈んだ船はいないでしょ。いるんかい。駆逐艦にて、まあ、駆逐艦はしょうがないよな。敵基地からの砲撃にもやられちゃうってことだよね。さあ、これでオーストラリア攻略が可能になりましたね。オーストラリア攻略、やりましょう。ソロモンを先に取ったので、サンゴ海が心配ですが、ソロモン沖に艦隊を集結させておきます。ね。技術開発は、ちょっと厚めには入れられないよっていう感じですね。物資援助は、わー、ドイツも、いつの間にかカツカツになってんな、ドイツ。どうした、ドイツっていうぐらいカツカツになってる。さて、こちらもだいぶね、艦艇数が目減りしてきているので、しっかり行きましょう。まずは、ソロ型。まずだというか、もうこのソロ型しかいないんだけどね。早漏型、そうか、早漏型も壊滅したからな。この早漏型戦略が合ってんのかっていうのもちょっとクエスチョンだよね。で、ソロモン沖にいる艦隊が、まあ傷ついているものもいるんですが、これもそのまま出すしかないので出します。で、ラバウルに潜水艦隊出したよね。この潜水艦隊を一度、ソロモン沖に集結させて、ソロモン沖から出撃させます。で、トラックを気に入る艦隊。これはちょっとこのまま我慢。で、セリア丸が一隻残っちゃってるんで、これを、新編成で、いや、違うね。単なる編成です。で、第8艦隊、第16艦隊かな。セリア丸を、さっき移動忘れですね、単純に。セリア丸を、ラバルへ。一週間で入りますね。いやー、失ったか、後悔。中型ディーゼル機関1が完了してますね。オーストラリア沿岸を2週間で攻略です。これよ、欲しかったのは。で、ソロモンに艦隊が集結してるので、まず第16艦隊のこのセリア丸は、当然ですが、編入。で、先行するのが第11、第15両潜水艦隊を、まずは、オーストラリアに派遣して、ここで敵の艦隊を叩きます。そっからですね。では兵器開発から見ていきましょう。特に新しいものはないですね。なので、一旦終わりにして技術開発。今回は、厚めに頑張っちゃおう。なぜなら、次、オーストラリア攻略の報奨が出るだろう、という目論みです。で、石油5000を、プレゼント保有して、これ出た。さて、どうする？あと確認しときたいのは、鉄、石油、アルミは一旦置いておいて、お金とあるので、艦船作ろう。まずはちょっと戦艦の数がだいぶ減ってきてるので、ヤマト。鉄がないなぁ。
作れる戦艦がないとなると巡洋戦艦になるんだよね。天城。あとは海伊勢型。この辺りの航空戦艦はどうなんだ。航空戦艦って位置づけどうなの。空母ではないでしょ。とはいえね、使えないから使わないんですけどね、水上の戦闘機攻撃機って。いや、でもさ、どうする？この航空戦艦の位置づけ。水上の攻撃機ってさ、持ってんの？そもそもこっち。水上偵察機はあるけど、攻撃機なんてないでしょっていうとこだもんね。あ、そうだ。忘れるとこだった。トラック置きさ、飛行機、数足りなくないっていうのはあるよね。特にさ、低い点。ちょっとこれ増やそう。雷撃機の数も全然足りなかったよね、さっき。旧6式の立候補、増強。ひどいもんがあったよね、さっきの戦いは、本当に。直縁の数も増やす。護衛の数も増やす。雷撃機は旧6式の立候補23機配備しよう。雷撃機の数が少なすぎる、本当に。仕留めきれなかったもんね、さっきの戦いで。じゃあちょっと、このターンはお金、鉄、貯めましょう。で、まずは、潜水艦部隊で、敵の艦隊を潰す。あと敵の、飛行場の場所も探りたいよな。しっかりね。まあ、当然オーストラリアともなると、3つの飛行場を持っているのはもう間違いないので、敵の飛行場の場所を、認知した状態で出撃させたい。僕自身はどこにあるかっていうのは知ってるんですけど、このね、各艦隊の人たちが知らないと意味がないので。了解。了解。了解。いないね、でも。全然敵の艦隊がいない。どこにいるんだろう。いや、これ敵の艦隊いなかったなぁ。ちょっともったいなかったなぁ。完全にいないもんね。敵の艦隊一個も出てないっていうこと？そういうこと？オーストラリアにさ、敵艦隊進駐させてないって、常識的に考えにくいけど。絶対守りたいよね。こんなオーストラリアなんて。いなかったんだな。飛行場の場所はもう発覚してますが、今画面に出ているここと2つですね。さらに先端部分に1個です。いや、敵いなかったか。残念。本当にこれは残念だ。
そんなことないと思うんだけどな。となると次、潜水艦艦隊出したくないよね。ちょっとでも火力増やしたいよね。了解。あとここに一個ありますが、もうほぼ全海域に潜水艦ばらまいてこの状態なんで、おそらく敵の艦隊は本当にいないと見て良さそうなので、次のターンでは、まあ、潜水艦隊出さずに水上部隊だけで攻略に臨みたいですが、まあ、残念ながら水上部隊枯渇してるんでどうにもならないで。そうなると水上部隊はハワイ攻略をちょっと見据えない形で行きましょう。で、潜水艦隊が逆にハワイ攻略のために、ね、散ってもらうというとこかな。まあ、ハワイ攻略はこれまでも何度も何度もね、跳ね返されてるんで。対水兵器ヘッジホッグですね。これは敵の潜水艦が出てきた時に有用なので、開発しましょう。金を。そんなにかからないですからね。技術開発は薄めだな、今回は。物資援助は石油。これの押し売りをして、浄活動はマーシャルと中部太平洋。ここには入れておきましょう。んでだ。石油、うん、お金と鉄ができたので、ここで海大和を一石建造しちゃいましょう。え、まだダメ？うわー、鉄が足りねー、マジですかい。となるとしょうがないな、ここはもう我慢して石油、うん、輸送船重視でいきましょう。アルミいらないんだよな、ぶっちゃけ。ソロモンには艦艇がこんだけだよね。ちょっと待ってね。マラッカ海峡にまずそもそも。うわ、全くない。ちょっと待って、ひどいぞこれ。ひどすぎる、この飛行機の配備状況はひどいものがある。飛行機を作ろう、残りの金で。96式の立航でいいでしょう。金を全部つぎ込んででもいいので。だってせっかく作ったさ、シンガポールの飛行場が機能してないからね、これ。いやー、ひどいね。飛行機を使わない運用にしてるとは、ひどすぎるものがある。あ、間に合うな、これ。第6艦隊と第7艦隊うまく編成し直して、こうしちゃおう。で、戦艦部隊を投入できる。ヤマトを含めた。で、第7艦隊が、これで、トラック沖から、オーストラリアに何週間？ 2 週間か、しょうがない。じゃあ一旦ソロモンに入れよう。で、ソロモンから、
3つの艦隊を送り出せるので、そしたら第11艦隊、潜水艦隊はトラック沖に戻します。トラック沖がちょっと手薄になりますからね。レーダー系ですね。まあ、このあたりはできるだけ開発をしていってあげたいところですが、お金と相談だな。完成水上レーダー。これは入れといてあげたいかな。航空対空レーダーね。まあ、航空対空レーダーに関して言うと、まあ、後回しでいいと思うので、艦載の水上レーダー、これ2000かかりますが入れましょう。でだ。問題は技術開発だよね。入れないわけにはいかないからね。入れて、物資援助は石油を押し売りして、諜報活動は珊瑚海に入れますと。でだ。こっからだ。どうする？次のターンは貯めて、戦艦一隻作りたい。ので、ソロモンに入った艦隊。んで、オーストラリア攻略しましょう。いやー、しんどいね。オーストラリア取ればでもだいぶ戦況変わるよ。物資面で。今、鉄が足りてなくてヒーヒー言ってるんで、鉄困んなくなるでしょう。行く。さあ、ここは慎重に行きます。一ターンで終わらせたいんで。敵にあれがいないよね、大丈夫だよねっていうのだけは確認したいよね。撤退します。了解。敵に艦隊は出てないよね、いないよねっていうのは確認したいよね。まあ、いたとしても駆逐艦の艦隊で叩いて相手をしてもらってる間に、戦艦部隊は突入を果たして、敵基地攻略をしなきゃいけないので、まあ、そこだけね、ちょっと間違えないように意識づけだけをしときましょう。さあ、ヤマトの方は敵の飛行場に砲撃を始めてます。思ったよりでも硬そうだね。
ヤマトの攻撃をもってしても。このターンでどうしても終わらせたいからね。敵の爆撃が飛んできてる。これしのいでくれ、うまく。うまくしのいで。いやー、もう早くも防空艦設計する必要あるな。ボッコボコに爆弾投下されてるもんね。さあ、ではヤマトたちは、こっち側にあるここですね。ここの飛行場を叩いてもらって、揚陸艦要する部隊はこのまま南下していきます。敵の艦隊はいないという判断ですね。なんかものすごい静かな状態になってるけど、音が。了解。了解。了解。また団子になってるよ。さあ、夜になってくれて、この間に敵の飛行場、まあ一番下の飛行場ですね、これを叩き切りましょう。いやー、微妙に夜になんなかったか。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。よし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 、夜になってくれ。もう一周する前に夜になってくれ。沈むなよ。まあいいよ、大破だったら。一旦戦艦巡洋艦部隊は退避させて、あとは揚陸艦部隊で上陸戦で、蹴りをつけましょう。それよりも残されたもう一個の飛行場が遠いんでね、そっちの方へ差し向けます。ちょっと時間の進みを早くさせちゃいましょう。よし、敵の飛行場確認しましたね。そしたら揚陸艦部隊も動かします。了解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 。
おい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 、ヤマト大丈夫か？沈みなさんな。それだけだ、心配なの。ヤマトなら耐えられる。そうだろう。耐えてくれ、ヤマト。さすがヤマトよ。しかも、ノーダメだ、ノーダメ。ノーダメ。まあ、ダメージは出てるけど、艦隊戦力を失うことなく、オーストラリア、ダッシュ。マジででかいな、これ。だってこれ、鉄14がもう何も考えないでさ、どっちゃか、ガッチャガッチャ入ってくるわけでしょ？いやー、本当にでかい。オーストラリア取ったので、なんか、ちょっと怖いのが、各艦隊の、戦力自体はやっぱり開戦当時よりもだいぶ目減りしてきているっていうのがあるので、ここまで快進撃を続けてきているように見えるものの、こっからの守りがなかなかしんどそうかなという感じはしますね。ソロモン沖は潜水艦隊で守らせておいて、オーストラリアでドック入りしている艦艇を一旦このまま待機させましょう。で、今後の流れ戦略考えておくと、まあ、やっぱり、南太平洋を経由してハワイ攻略かな。ね。で、防衛ラインとしては、小笠原、マリアナ、トラックに各、艦隊を配備しておいて、主力艦隊は、ハワイから攻略を、南太平洋からハワイへ侵入していく経路っていうのが一番良さそうかな。では、今回はね、一旦ここまでさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、皆さんもね、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。